兄弟はずっとね一緒に暮らすことはできないです。なぜかというとやはりね近親交配をしないように血が濃くならないように、1頭ずつ園国内ではですね皆さん の, あの戸籍と一緒ですね、個体が、入ってきて、赤ちゃんが、ね、生まれるようになっています。ちょっとね、まだすごい仲良しでもないのでね、あまり近くで食べないんですけど、これから来年になって、もっとね、恋の季節が始まる頃には、もうちょっと仲良くなってくれるかと思います。いつも鳴かないんですけれども、ボトムのさえずりのようなね、鳴き声を出します。なんか食べることにすみません。ネパールレッサーパンダはですね、静岡県の動物園でしか見ることができない、1箇所しかないんですね。あとは、四川レッサーパンダがほとんどで、日本でいうと200頭程度ですね、飼育という、メスの、ね、レッサーパンダがいます。埼玉県子ども動物園公園では、一番いた時にですね、でかいね。そうか。